はい皆様、こんにちは。乳がんチャンネルです。えー、私、岸あさこです、えー。ご視聴いただきありがとうございます。えー、本日は、傷、えー、病手当金について、えー、お話しさせていただこうと思っています。えー、病気で病気やけがであの、お仕事をお休みされる方がですね、そのお給料が出なくなっちゃうっていう不安が あるかもしれないんですけれども、えー、有給休暇を使わずに、えー、長期にわたりお休みされるときに、この傷病手当というのをあの利用しますと、えー、そのお給料の三分の二3分の2の、えー、支給を、えー、受けることができる。 という制度でして、えっ、ー、と、これは、あのー、国民健康保険に加入されている方は対象外っていうことと、それから、あー例えば、えー、夫の方が会社にお勤めされていて、で、奥さんはお仕事、 をえー、会社さんなどでお仕事をしてなくて、夫の健康保険の被扶養者として、えー、加入している場合、これは、えー、と該当しないんですね、残念なことにですね。ただ、その、えー、本人がお休みする本人が、えー、お仕事をしてお給料をもらっている状態、えー、どこかの会社さんとかあの健康保険に、えー、加入している会社さん に、えー、正規雇用で、えー、お勤めされていて、そこを、あの、その会社さんの、えー、加入している健康保険に、えー、属していて、非保険者であるということが条件なのと、えー、それから、えー、1年以上、1年以上その健康保険に加入しているということが、えー、条件になってまして、1年以上お勤めされてまして、えー、非保険者、 であれば、えー、そしてその連続して、えー、4日以上、4日以上をお休みを、えー、される場合には、ですね、その傷病手当の給付金を、えー、受けることができます。 ただし、えー、会社さんからお給料をも,もらってないということも、まあ、一つの条件になるわけです。で私、実は過去にこの傷病給付金を受けた傷病手当給付金ですね、傷病手当金を受けたことがありまして、えーっとまあ、病気でちょっとあのかなりの長期間にわたり、えー、会社 のえー、お仕事を休んんだことがあったんですね、えー、その時にはこの傷病手当の、えー、給付金を受けていました。なんですけれどもいろいろと条件がありましてあの先ほどたった今申し上げた条件プラス、えー、主治医お医者さんの、えーえー、この人は お休みが必要ですよっていう証明が必要ということとそれからあのその会社さんの方での、えー、いつからいつお休みですよお給料はいくらでしたよっていう証明も必要になってきまして、えー、そ,のその人当事者が、えー、自分で勝手に、えー、申請をすれば給付を受けることができるということではないんです、えー、なのでまああのー まあ、いくつもの条件が重なれば、ですねすべてが条件が整えば、この傷病手当の支給を受けることができるわけです。で、その、じゃあ、いくらぐらいもらえるのかっていうとあのその、その方のお給料を、平均的なお給料を30で割って、30で割ったあ金額かける休んだ日数。 がえー、月ごとに、えー、給付されるということになってますよね。で、この給付金は、えー、その同じ病気、もしくは同じ怪我でですね、えー、最初に給付を受けた日から、えー、1年6か月の間だけの給付なんですね。 1>, 1回そのお休みしました。何日間かお休みしました。で、体調がよく戻ってきたので、1回、えー、お仕事復帰しました。復帰したんだけれども、またちょっと病気が悪化してしまって、またお休みしましたっていう、まあ、ちょっとこう繰り返すような状況が発生した場合でも、その1年6ヶ月の間であれば、えー、同じ診断名であれば、えー、その間のお休みした、えー お休みに該当する日に関してはその手当が出るわけなんですね。でまああの例えば A っていう病気で乳がんっていう病気で、えー、治療とかいろいろあってお休みしましたお休みしました、えー、で、えー、復帰しました復帰してそしたら今度別の病気がまた、えー、出てしまってその病気でもお休みしなくてはならない。えー 状況になってししままいましたという場合には、えー、この病気が違うので、えー、その1年6ヶ月っていうのはあの最初の乳がんでお休みした時から、えー、換算されるのではなくて、えー、と違う病気が発症してそのお休みに、えー、3日 4日以上のお休みに該当したとき、4日以上っていうのはその連続してですね、連続して4日以上のお休みが該当する、そこからまた新たに1年6ヶ月の間の,そのお休みに対して給付が、えー、受けられるということですね。連続して、えー 4日以上のお休みっていうのはあのキーポイントで、えー、例えば今日休んで明日出勤してあさって休んでまたその次の日、えーえー、出勤してとかこうバラバラですとその療養というか。 休みながら勤務しているっているとう状況ですよねそうじゃなくてあのがっちり、えー、連続してお休みが必要っていう時にはあのー、なんですか今日休んだら明日体調良くなるとかそういうことじゃないですよね連続してお休みしなきゃいけないぐらい、あのー、ご病気が、えー、お休みが必要だっていう。 ことでですのでそれに対しての給付金ですので、えっと、4日以上4日以上連続したお休みに対して、えー、給付金が出るわけです。でこれはあのー 使うべきじゃないかなって、私思います。あの、無理して、無理してお仕事をして。余計体調悪化させるとかは、何のためにじゃあ、治療を受けてるのかなって思っちゃいますね。あのー。うん、やっぱりちゃんと治すことを、まず第一に。することが。 ベストじゃなないいかなと思いますも,うもちろん何かのご事情があってどうしてもどうしてもお仕事しなきゃいけないっていう方もいらっしゃると思いますけれども、えー、あのちゃんと休むちゃんと休んで、えー、体調をよくする、えー、病気を治すっていうことも、えー、必要じゃないかなとは思いますので、えーまあ、そういった方は是非、えー、このえー 傷病手当金を受けられることを、えー、おすすめしたいと思っています。私は過去にこれを使って、本当に助かりました。あの3分の2でも本当に助かりますあの。ゼロよりは本当に助かります。長期のお休みしてお給料も出なくなっちゃった。 というときには、本当に助かります。で、これはぜひ、あのー、お勤めされてる方は、ご活用されればいいと思います。で、その、人事の方とかは、これに関してはよく分かってると思いますので、ぜ、え、ひ、ー、ご相談されてみてはいかがでしょうか。はい、えー、本日は以上になります。ありがとうございます。